てめえ。何見てやってやるぞ。負けねえぞ。俺の番ね。見なめんなよ。強くなっちまったか。あ、いいな。いいぜ。ありがとうございます。この店はもともと俺ら夫婦で切り盛りした。ああ、そういえば。だがある日、家内が店番上ごとで、その時俺はといえば、俺が店にいればあいつは助け、お店、それからなんとか一人で店を続け、この七草は。あ、そう考え始めたら、この中にある。それ以来あいつごと捨ててしまうことになるんじゃねえかと。そして気づいたらこの有様さ、商品なんて言っていたが、俺だってダメな。あいつが触れていたかもしれねえ塵一つ。あんたの気持ちは分かった。だがよ、
あんた、俺は近所の人に言われるまでどこを見てもゴミ。二人で守ってきた大切な店、嫁さんの魂が宿っていると、この店なんじゃねえの。ゴミさん、おふ。業者の方は手配しておきました。ご迷惑を。それは俺よりも近所。それでこの店をきれいに、家内が守ってくれた大切な店です。春日さん、今日はうちの課長に堂々と報告がで。昇進したら炊き出しの豚汁の肉をもっと増やしてくれ。そうですね。じゃあ俺はそろそろ行くぜ。はい、それでは。俺もたまには。Choo choo choo.